はい、こんにちは、群馬県前橋で113年、フクロ歯科医院のフクロです。今日は、口腔内フローラの維持が何よりも健康の近道っていうのの2番目、口腔内細菌っていうのは解毒されにくいっていうお話をしようと思います。腸内細菌フローラ、いわゆる善玉菌の問題の時によくビフィズ菌、ズス菌などが問題になりますけど、腸内の細菌ってもちろんいるわけですね。それが腸内に入り込んだらどうなるかっていうと、腸内の細菌が、血管に入ることも稀にあるんですけど、侵入したとしても必ず肝臓に続く門脈っていう栄養分の通り道に合流してしまう。つまり肝臓に直接つながってしまうので、肝臓で解毒されてしまうと、そのために問題になりにくいだそうです。それに比較すると、腸内、口腔内で、あった細菌というのは直接血管内に取り込まれる。それは一番あれなのは舌下、ベロの下だと思うんですが、こちらでからもし細菌が取り込まれたとすると、口腔内に細菌が侵入する場合にはこの門脈は通らず、したがって、解毒されることもなく直接体内へ運ばれてしまう。それが、簡単に言えば心臓に届けば心筋梗塞、それから脳に届けば脳卒中の原因となることが多いというふうに、考えられています。その辺のこともよく考えてみてください。本日は以上です。